皆さんこんばんは。お久しぶりです。もう1月の中旬になってしまったんですね。まあ、遅くなったんですけど、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。すごく個人的に忙しかったんで、まあ、動画もあんまり載せなかったし、まあ、コメントの返事もすごく遅かったりもしてたんですけど、まあ、久しぶりにこうやってまた動画を撮るようになりました。今日は、私がやっとこうほぼ日手帳を1月から使い始めたので、まあ、1ヶ月も経ってないんですけど、まあ、自分が使っているところをちょっとご紹介したくてまた動画を撮るようになりました。まあ、今ご覧になっている通り、私はこういう赤いカーバを選択したんですね。ほぼ日手帳、まあ、リピール自体はそこまでなんか高くないっていうか普通の手帳なんですけど、毎年なんかこうカーバーの誘惑になんかこうやられて、毎年なんかこうカーバーを買ってる感じがするんですよね。で、まあ、1個だけ買ったらまたいいんですけど、結構何個も買う方もいらっしゃると思います。まあ、私もちょっと心配ではあるんですけど、一応まあこれでなんか中身だけ変えるっていうそういう覚悟で一応カーバーを買いました。まあ布製っていうか、なんかこう一般的なそういうカーバーも嫌い、可愛いものいっぱいあったんですけど、まあその上になんかビニールカバーをまたかぶせたりするのがあんまり、好きじゃなかったので、こういうカーバーにしたんですけど、まあ、結構手触りもよくって、満足して使ってます。と、まあほぼ日特有のこのなんかこうブックマークもあってて、結構カーバー気になってるんですね。気に入ってるんですね。で、まあ中身を見てみると、じゃあ私マンスリーの方はこうやって使ってます。自分手帳の動画でもこう紹介したように、マルチペンをなんか使うようにしてるんですけど、以前なんか自分手帳の動画でなんかこう購読者の方が、トムエリバーにジェットストリームを使うのが危険であると、っていう相性があんまり良くないっていう情報をもうくださったので、そこからなんかこうスタイルフィットに変えるようにしました。それでなんかこういろんなこう日程とかそういうなんかこうトゥードゥとかは全部こう、まあ、字は黒で書いてるんですけど、その前にこういうこう丸は日程ですね。日程をなんかこう範疇カテゴリーを分けてて、まあ、例えばこういう緑っていうことは自分個人的な日程であってて、赤はまあ教会関係とか、まあ、自分が聖書を読んだりするそういうなんか宗教的な、まあ、そういうカテゴリーであってて、青っていうのがこう仕事とか勉強に関するところですね。で、一応こう丸をつけてやってて、その日程をなんかこうクリアしたら、そこをなんかこう線引いて塗るっていう感じでやってます。で、そしてこうほぼ日の場合はデイリープランナーなんで、ウィークリーのなんかゴールっていうか、今週にやらないといけないっていう目標を書けるそういう部分がないんで、こちらのマンスリーの左側にこう各週ごとにそれをちょっと書いてます。それでまあ計画している通り、これはもうやりましたよっていうことをこちらにこう書いています。で、デイリーの方はまあ1月1日から使うようになってるので使ったんですけど、今ちょっといろいろ試してますね。自分手帳も使ってるので、やっぱりちょっとこうかぶらないようにしようか、そうじゃないとなんか同じ機能で使ってみて自分にもっと合うものを探そうかっていうことで今ちょっと迷ってるんですけど、一応こう左側には、自分手帳と同じようにバーチカルタイプで時間軸でなんか日程とかこうトゥードリストとかをこう書くようにしてって、右の方には記録を取るようにしてます。で、まあ、これは個人的にちょっと悩んだんですけど、まあ、日記をそんなに頑張って書くタイプでもないし、なんかいろんな記録とか私はトラベラーズノートとかでやってるんですよね。読書ノートとかいろんな勉強関係とかでやってるので、こちらにはこう
こう聖書の御言葉を書くようにしました。で毎日書いてて、まあ、勉強代わりにもしてて、まあ、ハングル、英語、日本語バンとしてもう毎日書くようにしてて、まあ、結構一日を振り返りながらもう御言葉を見るっていう感じで、まあ、個人的には使ってるんですけど、まあ、こうやって、まあ、完全にもう書いてないところもあるんですね。まあ、こういうところもなんか自分ができなかったっていうことも示してるので、これをまあ飛ばして書く、毎日こうやって書いてます。そうやってもうで今日まで使うようになってます。でこうやって使ってるんですけど、やはりあの自分手帳との違いは、デイリープランナーっていうことなんですよね。自分手帳の場合はこうウィークリーの中でこう時間軸になってるので、 それが特性的に使えるプランナーであってて、ほぼ日の場合は結構記録を取れるそういう、まあ、1日1ページを使うものなので、そういう面でちょっとあのこうそういうタイプが合う方がいると思うんですね。でそういう方々が使えばいいとは思ってます。でこの似ているこのデイリープランナーをあの私も使ったことがあって、で2016年に使ってたんですね。こういう、緑で出ている1日1ページのデイリープランナーなんですけど、すいません。これも同じくこの文庫本サイズです、 A6 の。でこれもうすごくよく使ってたんですよ、満足して。でもこのように前に同じくマンスリーの方にあってて、結構こちらの部分でも記録取れるようになってて、なんかこうウィークリーの部分とかはこういう感じになってるんですけど、まあ、同じ大きさなのにあのこう何ていうか方眼じゃないので、結構ちょっと余裕があるように見えるんですよね。でそれでまた違いが、緑の場合はこちらのなんかこう日付のところを自分が直接書くようになってるんですね。なのでちょっと、まあ、ちょっとゆとりがあるっていうか、自分がちょっとアレンジできる部分があるんですね。で一番の違いは紙だと思うんですよ。でやはりあの緑とかあのほぼ日を使ってる方の中で、まあ、デザインとか、まあ、本当に構成がいいんで使われる方々もいらっしゃるとは思うんですが、結構なんか万年筆を使ってる方々がこういい紙とか相性がいいものを探して使ってる方々もいらっしゃると思います。で、まあ、結局この2つのなんていうかこう選択の基準の中で、そういう紙もう基準になれるかもしれないんですよね。私はそういうタイプであってて、あの緑の MD ペーパーを結構好きなので、トラベラーズノートとかいっぱい使ってるんですけど、やっぱりちょっと違うのはこちらの方は MD ペーパーですね。 MD ペーパーがトムエリバよりはちょっと吸収がいい感じがします。であのていうかこうインクがあのトムエリバの方がもうちょっと待たないといけないんですよね。そうなんで、あのこうすごく気が短い方々はちょっとあのトムエリバを使うと結構イライラする方もいらっしゃるかもしれないし、結構頻繁にこうちょっとあの汚くなるかもしれないんですけど、結構ちょっと弾性があるというか反発力がある紙なので、そういう部分があるんじゃないかなと思うんですね。でまた MD ペーパーの方がちょっと弱点かもしれないって思ったのが、紙自体が、留め襟棒自体がすごく薄いので、紙がこちらは普通ですよね、普通の紙の厚さなのでちょっと厚いんですよ。もっとこっちの方がもっと厚くて、そして重いです。あのこれが特に重いっていう感じより、まあ、ほぼ日の方が比較的に軽いかもしれないんですね。でやはり手帳が持ち歩くのもすごく大事なので、そういう重さとかそして厚さを気にする方々はほぼ日の方がいいかもしれないんですね。で、まあ、私の場合はぶっちゃけ言ってどちらも好きですね。どちらも好きで、まあ、MT ペーパーのなんか製品も使ってみたから、まあこうほぼ日も使ってみたいっていうところで今使っているし、まあ、結局はなんか好きな方を選ぶと思うんですけど、なんかなんていうか性格っていうか、私結構こういう方眼ノートになってしまうと、その一列に字を合わせたくなってしまうんですよ。なのでちょっと今こう
こう見てるところで分かるように、すごくこちらでゆるく書いたのが、こちらはものすごくこうキチキチで書いてる感があるんですよね。まあそれもあるので、なんかちょっと今年はほぼ日を使ってみて、来年どうするかちょっと考えてみようと今思ってます。でも今までは結構満足して使ってます。なんかこう薄いし、後ろが結構ちょっとこうなんていうか見えるっていうか、後ろの字が使ってる感がものすごくするじゃないですか。で逆に私はそれがすごく好きで、なんかちゃんといっぱい書いてるんだっていうのがすごく安心感があるんですよ。でなのでこうなんかこう1年間使ってみながら、あどれぐらいの自分がなんかこう好きになるかによって来年買うかどうかを選択すると思います。でそして参考的に自分手帳は結構ある程度落ち着いてきて、来年は続けて使うと思います。何か起きない限りは。なので来年は自分手帳一つに行くか、ほぼ日も両方使うのかっていうことを選択するようになると思うんですね。なのでまあ1ヶ月も使ってはないんですけど、一応は今はこういう形で使ってますっていう報告と、またちょっといいアイデアがある方はほぼ日を活用できる教えていただければいいと思います。ただこう絵を描いたり何かを貼ったり、なんかこう綺麗に飾ったりするのは私できないので、そういうことじゃなくて、なんかこう効率的に使える方法があるとしたら、ぜひ紹介してください、うん、そうすると、まあ、次の動画でまたお会いしましょう。まあ、今日一日も幸せに過ごしてください。はい、バイバイ。